はい、皆さんどうもこんにちは、ザッキーです。今日はね、配球の応用編というところについて、解説していこうと思います。この配球の応用編はですね、以前ね、配球の基本編という動画をね、最初のね2本目の動画として出しているのでね、そちらを見てない方はそちらを見てからね、今回の動画見ていただければなというふうに思います。そちらのね続きというか延長線上のところにある部分だと思うので、このチャンネル開設して今、撮影時刻が7月21日の夜中の0時なんですけれども、明日でちょうど、チャンネル開設後2ヶ月になるのでね、その配給の応用編ですね、出すにふさわしい頃かなというふうに思ったので、今回こちらの動画撮らせていただきました。今回ね、紹介する4つのことを、意識すべき4つのことというところがね、その使えるピッチャーもね、限られてくる部分はあるんですけれども、そのね、ぜひともね、見てほしい部分で、非常に重要なところとなってくるので、今回もね、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。ではね、今回ちょっと本編の方長いので、早速行ってみようと思います。どうぞ。はい、それではやっていきます。まず1つ目ですね、コースイメージをぶち壊すということですね。コースイメージをぶち壊す、まずコースイメージっていうことなんですけれども、皆さんそのインコース低めとかって、どんな球が一番来ると思いますかね。そのね、やっぱり大体の方が、そのツーシームとかね、スプリット持ってるピッチャーが主にリアタイで使われると思うんですけれども、基本的にね、インローってツーシームとかスプリットがね、一番来る場所なんじゃないかなと僕自身思っております。皆さんもそうですよね。打席に立った時にやっぱり、そのうまく打つ人って速い球狙ってるんですよ。速い球を狙っている中で変化球に合わせていくっていう打法が基本的に多いので、その初球からね、こんな感じで通信もインローに投げてしまうと、これコンピューターなんですけど、その打たれてしまうわけですよ。なので、そういったところに、つまりインローへのツーシームスプリットとかって結構投げられるからこそ、そこにね、来たら、あ、ツーシームかなとかスプリットかなみたいなね、イメージをね、とっさに持つと思うんですね。そういったところに、その頭にない球種を放ったらどうなるかっていうことなんですよ。このサンチェス投手で言うと、例えば、このツーシームスプリット、例えばツーシームとかここら辺にね、結構来るじゃないですか。こういったところに、初球サークルチェンジとかで入るとどうなのかなっていう。予想してない球じゃないですか。そこに来るのって、ツーシームスプリット持ってるピッチャーでのお話になるんですけれども、ツーシームとかスプリットが来る、その中で初球サークルチェンジとかで入ってきたら打てなくないですかっていう話なんですね。まずこういうね、予想もしてない球とかを、そのコースイメージをぶち壊すという意味でね、放ってみる、これがね、配球応用編一つ目の重要なことになってくるんじゃないかなと思います。他に使えるピッチャーとしては、例えばね、宮西選手、そのスラーブ2種とシンカー、ストレートといった4球種しかないと思うんですけれども、相手が右バッターだった場合、結構ね、最近その外角が強くなったっていうこともあって、アウトローとかにね、スラーブをね、永遠と投げ続ける人って多いと思うんですね。そういったところに、アウトローのところにストレート来たらびっくりしません、単純に。そういうことだと思うんですよ。だからその宮西選手の右バッターアウトローだったらスラーブが来やすい、そういったところにストレートを放ってみるとかね、そういったねコースイメージをぶち壊す球を本来、投げない、球種を、そういったところに投げてみるっていうのが一つ目になりますね。はい、続いて2つ目ですね、押しと引きを使い分けるということになってくるかなと思います。まずこれ押しと引きっていうところについて説明させていただくんですけれども、まず引きからお話ししていきます。引きっていうのは、その僕が思うに、そのボール球をなるべく振らせるタイプって言ったらいいんですかね、そのボール球を振ってくれるのを待つっていう感じなんですよ。こんな感じで、ね、例えばねスプリットをこのアウトローにボール球放っていったりとかね、こんな感じで、相手が振ってくれるのを待ったりとか、あとねこんな感じで、インハイのねストレート、ツーシームとかスプリットで、そのとこにこうやって、ストレートを放ってみたりとかして、その相手がボール球を振ってくるのを待つっていうことだと思うんですね。でもこれ続けてて、その最初は振ってくれてたけど、なんか途中からボール球先行だから、結構相手が見るタイプになってしまったと、それで、ボール先行になってしまったと、そしたら結局こういったスリーボールになった場面って絶対にストライクを取らなきゃいけないわけじゃないですか。その中で、絶対ね、狙い撃ちをされたりするわけですよ、いつか。ワンストライクを取るとき、ツーストライクを取るときとか、その狙い撃ちをしてくるんですね。なんで、そういったときに、どう対処するかっていう話になると思うんですけれども、そこな感じで、そのスリーボールになってしまったら、スリーボールになってしまったら仕方ないと思うんですよ。正直、フォアボールでもいいかなと僕自身思ってるんで。
まあでもね、その後の打席で、変えてほしいと思います。こういったね、ボール先行に、ボール球中心で、引きの配球をしてる中で、フォアボールとか、を出してしまったりとか、ヒットを打たれてしまった。その後の打席、まあその最初、まずボール球とかで入るとするじゃないですか。まあ、これ1球外してフォアボールにしてみますね、とりあえず。で、ここの打席でね、もう一度その逃げの配球をするイメージを相手に持たせるわけですよ。で、その中で、今度はもう、ストライクに入れたい。ここで攻めていくと。まあ、こんな感じで、まあ、ストライクゾーンでも、まあ、打ちづらい球からまず入っていって、この後ね、どんどんストレートで押していったりとか、で、こういった、まあ、今、打ち取れたからいいんですけれども、あれでストライクが取れたとして、ワンボール、ツーストライクになるわけじゃないですか。で、他の動画とかでもね、何回もお話してるかなと思うんですけれども、こういった時に、時に攻めることって重要だと思うんですね。で、今まで、その逃げの配球をしてた中で、いきなりワンボール、ツーストライク、絶対に勝負してこないだろうなって相手の中でイメージがあると思うんですよ。そんな中で、甘めのツーシームとか放ったら、まあ、なんかシンプル打ち取れるくないですかっていう話ですね。まあ、こういった感じで、まあ、最初にその引きの配球を見せといて、相手がその引きの配球に慣れてきたところで、その押しの配球を見せてみると。こういったところもね、いろんなピッチャー使う中で重要になってくると思います。はい、そして3つ目になります。同じような変化球を使うときに支点と終点の位置に角度をつけるということになってくるかなというふうに思います。これ結構そのね、ダルビッシュ投手のスラーブであったり、宮西選手のスラーブ、大谷選手のスライダーとかでね、主に僕は使いますね。まあ、どういう感じなのかっていうと、まずスラーブを例えばアウトハイとかから入ってくるとするじゃないですか。今これ変化量が表示されてると思うんですけれども、まあ、支点がね、ここの右上のところで、終点がその真ん中よりちょい高めのところになってくると思うんですね。で、その、なんですか、バッター目線に立っていただきたいかなというふうに思うんですけれども、打つときにその一番意識がいくとこって、まあ、そのまず支点、そして、結局打つ位置って終点のところなんで、まあ、終点、まあ、この真ん中高めのところですよね、ここの場合で言うと。視点と終点に、まあ、その意識がね、行くと思うんですよ、そのバッター目線。なんでその視点と終点のところに角度をつけて、目線をいろんなところに振ってほしいっていうことですね。まず例えばここに投げてみると、こんな感じでスラブを投げてみると、で、同じ球種をね、続けたい時ってあるじゃないですか。まあ、その他の球種を放ってもいいんですけれども、まあ、その延々と例えばスラーブ放った後にスプリット放って、その後ツーシーム放って、その後スライダー放ってみたいな感じで、まあ、なんかその投げてない球種をね、どん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 と投げていくと、その流れに気づいた相手バッターは、あ、じゃあ次、今まで投げた球種来ないじゃんみたいな、てか連続して同じ球来たことないよねみたいな感じになる時ってね、その無意識的にでもあると思うんですね。なんで、まあ、こういった時にその同じ球を続けることっていうのも非常に重要になってくると思うんですけれども、ここにね、まず初球放った時に、まあ、同じコースに放っても正直意味ないと思うんですね。目線はここの支点のところからこの終点のところに行くだけであって、この目線の動作を相手バッターは繰り返すだけなので、まあ、その正直効果がない。なるべくその目線を振りたいってなった時にどういう風に振るかっていうと、まずここ今支点がね、この右上のところにあると思うんですけど、視点を、まあ、そのずらしてあげる。今このスラーブで言うと、この、まあ、なぞってるところをね、初球で変化したと思うんですけれども、この変化したところの間のところですね、大体ちょうど間ぐらいのところからこの高さを変えて、まあ、例えばこんな感じでね、低めに投げてあげると、これによって、これをね、こんな感じで、例えば低めに外してあげるじゃないですか。同じ球種でも目線を触れてるっていうのがわかるかなと思うんですね。まず視点がここで、初球ですね。視点がここで、終点がここ。で、2球目は視点がここで、終点がここって、目線がいろんなところに触れてると思うんですよ。ここ行って、ここ行って。で、ここ行って、ここ行ってみたいな感じで。したら、配球基本編の時に少し触れたと思うんですけれども、まあ、いろんなところに目線を振ることができて、まあ、その強くなってくるインコースというところを活かしていけると。はい、今、この1球、2球目、3球目みたいな感じで、こんな感じで投げたと思うんですけど、そういったとき、その後とかにこうツーシームを放ると、まあ、そのインコースへの意識っていうのが、あまりね、なくなっているので、打ち取れるみたいな感じになるんですね。あとね、シンプル、まあ、その打ちづらいと思うんですよ。今そのペンとかでやってる方っていうのが多いと思うんですけれども、まあ、その何て言うんですか、ペンをまずここに持ってって、で終点がここだからペンをこっちの方に持っていくと、支点のラインが一緒だったら終点のラインも一緒じゃないですか。支点を、
視点がここで2球目の視点をここにするとしたら、終点のあのラインっていうここのラインですね、ここのラインがその一緒になってくるんですよ。例えばその真ん中でそのカーソルを構えてる人がいたら、このペンを動かす量って一緒だと思いません？例えばここに行ってここ行ってみたいな、まあまずその視点のところにねカーソルを合わせてからこうやって終点のところに合わせみたいな感じであると思うんですけど、ペンの動くその量っていうのが一緒なんですよ。こんな感じでペンの動くこの量が一緒なので、まあその打ちやすいと思うんですね、その角度をつけるよりかは。なんですけれども、そこで角度をつけられれば、例えば視点がここで終点がこう、さっきみたいにね、視点がここで終点がここで2球目が視点がここで終点がここだったら、まず視点あのペンをこっちに動かしてここに動かすと、で2球目は今度こっちに動かして今度こっちの方に動かさなきゃいけない、まあ、なんかその動かす幅が違ってくるんですよ。動かす幅が違ってくるので、動かす幅も動かす方向も変わってくるので、あの打ちづらくさせることができると思うんですね。なんで、まあ、そういう意味も込めてね、同じような変化球を使うときに視点と終点の位置に角度をつけるっていうことは非常に重要になってくると思います。この中で結構1番2番を争うくらい重要になってくると思うので、これはね、非常に意識してほしいことの一つかなというふうに思います。そして4つ目ですね、左右交手を使って球を外すということになってきます。これはどういうことかっていうと、例えば、ツーシームですね、ダルビッシュ投手のツーシームでこうやって右バッターのインコースに外していくと、これ今このね、この四角形の右側に外してると思うんですよ、ボールをね。でその後に、まあ、その同じようにね、こう右側に外し続けるっていうのもいいんですけれども、右側に外したら今度上もしくは左、そして下に外すような外し方をしてほしいと思うんですね。まあ、そのボール球先行、まあ、つまり逃げの配球とかをするときに、まあ、右にだけね、この右のラインにだけ外し続けるんじゃなくて、右に外したら今度は左に外してみるとか、例えばこういうところにスプリットとかですね、これが三角形を、二等辺三角形を作るっていうところにもつながってくると思うんですけれども、まあ、右に外して左に外したら今度下に外してみるとかね、はたまたもう一度右に外してみるとかね、まあ、こういったね工夫も必要になってくるかなって思います。今ちょっとストレート選んでしまったんですけれども、まあ、右に外してツーシームで外しました。で左側にスプリットで外していきました。今度は、ね、上に外していきたいので、ストレートをこのね上の、まあ、今入っちゃったんですけど外していくと、まあ、こんな感じでね、これもね、目線を振ることにつながると思うので、まあ、そのボール球を外すときですね、まあ永遠とこのツーシームとか、あと例えば高速シンカーとかも、シンカーとかですね持ってたら、まあ、シンカーとかを永遠こっちの右の方向に外すだけじゃなくて、まあ、そのね、いろんなね高さを使ったりとか、左方向逆方向を使ったりとかして、まあ、そのボール球を外していくっていうのも重要になってくると思いますね。まあ、これ最後まで完結させると、右に外しました、左に外しました、今度上に外しましたと、そしたら今度低めに外してみると、こういったね、いろんなところに目線を振れると思うので、これも非常に重要になってくるのでね、ぜひとも、使ってほしいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回はね、配球の応用編について、解説していったかなというふうに思います。こちらね、配球の基本編と配球の応用編合わせてね、まあ、その配球のね、まあ、そのいわば、教科書と言ってもいいかなというふうに僕自身思ってるので、まあ、そのね、核の部分となるところだと思うので、まあ、2つの動画合わせて見ていただいて、まあ、そのね、他のそれぞれのピッチャーごとの配球動画とかも、まあ、良ければね、見てほしいかなというふうに思います。では、今回はこの辺で失礼させていただきたいと思います。できれば、高評価、チャンネル登録の方お願いいたします。では、